ばんは、キャラバン京子です。始まりました、キャラバン京子のデタラメな夜。この番組は音楽とおしゃべり、そしてお酒を皆さんと楽しむ30分です。いつもお手伝いいただくこの方、おこんばんは、ホヤがうまかったぞ、橋です美味しかったですか？ホヤうまかったね。前回ね、これからホヤ食うんだよっていう話を皆さんにしたと思うんですけれども、食べたんですよ。というか、なんだ、ね、誘っていただいたのよね。お誘いいただいたんですよ。たかし君と京子ちゃんにうちにホヤがあるよ。そう、ホヤを一緒に食べようの会だったんですよ。で、まあ、いや違う、間違えた。ラジオの収録のついでにホヤを食べよう。嘘をつけ。ホヤ食うからついでにラジオ撮ったらいいんじゃないみたいな話だったよ。まあそういうノリでですね、前の回、前の前の回とですね、チェーンギャグじゃないところで撮らせていただきました。実は今日もチェーンギャグじゃないところなんですけれども、いろいろなんです。これからいろんなところでね、番組撮っていきますけれども、まあそんな中でですね、ホヤ食べましたよ。はい。ホヤ聞いていただいてる方の中でも、ホヤを召し上がったことがある方ってそうはいないと思う。そうなの？そうじゃない。え、初ホヤだったわけじゃない。初ホヤですよ。まあファーストホヤ。まあ言ったら弱い、50年過ぎて、57年目にしてね、初めてホヤ食いましたよ、私。それはやっぱりなかなかね、警戒しますよ。だってホヤってあんなじゃん。え、だって今までホヤを食べる、なんつうんだろう、きっかけみたいなのがあって避けてたってこと？そんなことはない。きっかけもなかった。全然きっかけなかった。お仕事でさ、東北の方行ったりとか。お仕事で、すいません先生、なかなかね、東北出張なかったので。ああ、そっか。一応南の方で仕事してましたもんでね。北の方にはなかなかご縁がなくてですね、それはね、本当に今回初めて、いただきまして、ホヤってあんなじゃん、グッズが。もうちょっとやっぱりね、ほら、ホヤ、海の中にいるときは、なんていうのかな、こう、惑星から来た物体 X みたいなね、ちょっと地球外生物みたいな格好じゃない、それはね、どうなのかな、あと、やっぱこういう、なんだ、養分がたくさんありそうじゃん。で、味的に非常にエグそうだなとか、いろんな想像が。それは何、そういう先の情報があって。そうね、そんな話もあったし。いやでも敬遠をしていたわけだよ。だから私自身ね、えぐいものはそこそこ大丈夫なの。そうだよね、大人ってえぐいもの平気になってくるじゃないですか。いや私特に平気だよ。養分強いものはね、ジンギスカンとかも食べるし、あとなんだろう、なんだ、沖縄に僕はいましたけど、ヤギ食べましたから、ヤギはね、脂分多くてね、大変なんですよ。沖縄の方でもなかなか好みでない方がいっぱいいらっしゃるという、そういうものも食べましたしね、なんとなくそういうところはね、ありなのよ、私の中で。でもホヤはね、なかなかそういう食べる機会がなかった。ああ、なるほどね。で、今回誘っていただいたんで、これはちょっとホヤ行ってみないといかんなと思いまして、いやだから責任重大でしたよ。なんかハッシーが初めてホヤ食べるって、いや、ホヤ食べる、ホヤをね、食べるから、ハッシーも呼ぼうよみたいな話から始まったじゃないですか。あ、なんか その時は、ほら、初めて食べるって知らなかったから、でよくだんだんね、準備する段階になってきて、え、これでちょっと苦手だわ、ごめんみたいになったらどうするとか言ってとか、ほら、結局ホヤの酢の物とか、お刺身と酢の物を出したじゃないですか。そう、皆さん、聞いてらっしゃる皆さん、意外とね、キャラバン京子料理できます。ありがとうございます。意外とできます。お、そんなラジオで言っちゃう。でも実はたかし君のが上手です。そう、違う。そんな家庭の事情、たかし君のね、料理したものまだ食べてないから、あれ分かんないですけど、そう、この間はね、私が全部作ったの、そう、ね、いろいろ食べさせていただきまして、うん、ごちそうしていただきまして、でも、なんでそんなに京子ちゃんちはホヤ食うのよ。うん、やっぱ去年の8月に、吉祥寺スーパーセッションバンドに私所属してるんですけど、吉祥寺はね、そういうね、音楽のメンツが多くて、そうなんです。で、岩手県の大槌町、大槌かな、っていうところに、吉祥寺っていうお寺があるんですよ。まあ、吉祥寺って書く、あ、そうか、吉祥寺ね、
っていうお寺があって、うん、で、東日本大震災のところから、まあ、お家はね、被災されましたから ね。で、そこはちょっと高台にあって、うん、お寺自体は高台にあって、うん、で、まあ、皆さんそこに避難されたりとかしてて、お寺も、被害がなく。僕もね、近くまで行きました。うん、2年目ぐらいに。うんうん、で、そこに、吉祥寺スーパーセッションバンドからお花をメンバーの有志でお花を送ったりしてたんですよ。頑張れてね。そう、うん、で、まあ、そこからこう、ご縁があって、で、まあ、いずれその吉祥寺でもこの吉祥寺スーパーセッションバンドのライブができたらねっていう話、まあ、だからね、親父ギャグみたいな、なんかところから始まったつながりなんですけど、うん、それが、去年は読んでいただけて、で行ったんですよ。うん、で、でも、うん、ちょっと珍道中聞いた。そう。で、ホヤを、そうそう、だからチェーンギャングのね、福島さんも一緒に行って。そう、今日いないですけどね。いろいろあったって。そう。で、そこで、ホヤを、ここで食べたんですよ。ああ、その時に、去年か。でもね、ホヤはね、うん、その前も塩辛とかさ、はいはいはい。まあ、居酒屋さんとかで食べたことあったんですけど、うんうん、まああんま正直ちょっとそんなに喜んでうまいものかどうかなっていうような、いうほどのものかなと思ってたのが、うん、大槌で食べたホヤがびっくりするぐらい美味しかった。はあ、うん、だってもうすぐそこで取れてるようなもんか、うん、もう私何歌ったかちゃんと覚えてないけどホヤの味は覚えてる。とりあえずハイボール今で手元に乾杯して、ね、まずはお酒、ハイボール乾杯、はい、高橋くんの乾杯、ごちそうになりました。なんだろう、ホヤ、うん、ホヤの話なんだけど、うん、そうか、そこで食べたホヤがまあうまかったっていうのはいいよね。もう大感動して、うん、で、まあもちろんね、その初めて行った大槌の皆さんうん、にもお会いできたし、はい、あとその地元の他のものも、うん、もう何もかもが美味しくて。そうだよね、うん、もうあじゃあ岩手県とかね、本当に海の近いところはね、海産物がめちゃくちゃ美味しい。本当になんかウニ丼も、ウニ丼これでもかっていうぐらいのウニ丼。今胸裂いて死んでいいわ。ウニ丼ね、どっか食べたんで、もうね、まあ、その話で皆さんもし大槌の方に行くことがあればね、サンズロ屋さん、はサンズロ屋さん、サンズロ屋、うん、お店はもう最高に美味しかった。岩手の方言なのかね、サンズロ。なんだろう、あ、もうなんかいろいろ言われがあるの、不勉強でわかんないですけど。あれはなんていう駅の近く、キリキリ駅かな、違うのかな、大槌駅かな。井上久志さんのキリキリ人のキリキリからはいいや、うん、それ、うん、サンズロ屋、とりあえず、うん、サンズロ屋さんで大槌いらっしゃった時はちょっと私も、うん、はい、いいよ、ちょっとほっとけないよ。うん、もうぜひおすすめです。そこでホヤ食ったらばうまかった。もう最高でしたね。それで要するにそちらから取るようになったわけ、ホヤを。それでまあ大槌で演奏して、うん、で帰りにね、うん、車に乗せてもらって車で帰ることになったんですけど、せっかくなのでって言ってあちこちこう見せてもらったの。いろいろね、宮城の北の方とか、はい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 、あそこは南三陸の、うん、あ、はいはいはい、南三陸の方なんね、三三商店街っていうところで、うん、まあに寄ったんですけど、うん、でお土産買って帰ろうって言って、うん、初めて買ったのがの冷凍のホヤ。冷凍のホヤ、そう、要するに夏のホヤって書いてあるホヤを冷凍してあるのね。シュッと多分瞬間冷凍的なものなんだろうね。そう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 。でそれを、まあ、車で帰るからって思って、うん、冷蔵庫もある車だったから、すごいな、そう、入れさせてもらって、うんうん、で、まあ、夏のお盆の時期だったんですけど、うん、持って帰って、とても新鮮にパックされてるものだわけだ。そうなんです。さあ、そのホヤの正体やいかにということで、ホヤトークもう前半戦終わってしまいました。まあ今日は30分ホヤ、今日30分ホヤの話か。です、ね、もうじゃあ私の感想はね、後半に持っていきたいと思いますが、はい、じゃあホヤトークの中で今日の1曲目は 何でしょうか。今日はですね、もう夏の終わりということで、うん、これはもうぜひ聴いてほしいなと思う。めちゃくちゃ熱い曲だね、これね。そう、もう私ね、初めて聞いてすごい好きになった人です。スーザン・テデスキ。テデスキ、うん、出ました。デレクトラックスの奥さん、うん、そうだよ ね、テデスキの奥さん、ね、
の、あの、ファーストアルバムだと思うんだよな。最近奥さんちゃんと自分でね、アルバム出すからね。ね。みんな自立してるよ。中から。困った男は違う。もうこの曲を聴いてほしいと思います。Okay. では、スーザン・テレスキーで、Rock Me Light。Rock Me! You say you haven't been rocked in a long, long time. I'm good at rocking, it's so hard to find, baby.スーザン・テレスキーでロックミーライトをお聴きいただきました。本当も今奥様ねみんなちゃんとソロ出すからねー、かっこいいですよ。ちゃんとロックだし頭のさ、うん、こう無音の中に始まるあのしゃなんかなんていうのかな、あの雰囲気があってね、かっこいい、うん、ね、あのね奥様は強いとね。
またあのこの間マリアマルダンかけました。あ、そう、テレキャスもかっこいいしね。ギター弾くんだよ ね。みんな女性ロッカーがね、強いよ本当に。なんか今年去年来てたんだよね。テレスキトラックスは来てた、ね、バンドで。そう、うん、奥様もちゃんといらしたと思う。この吉祥寺スーパーセッションバンドの中村が見に行ったらしいって聞いて、うん、もうライブめちゃくちゃ、うん、もう間違いないよね、絶対いいよね、うんうん、もう今だからあのほらあのアメリカでまたあの三大ギタリストっていうのがあって、ほう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 、旦那のテレスキトラックスとあとジョン・メイヤーと、はい、あと誰だったかな、もう忘れたけども、うん、やっぱりそのぐらいのギタリストがね、あのこの方の旦那なんで、うん、私初めて見たのはね、うん、クラプトンのライブですよ。あー、ゲストで出たか。そう、ギターのディレクトラックスが、うん、来て、うん、ギターで来てて、でそこであのレイラをさ、じゃあデレクって名前だから、うん、そう、デレク&ドミノスバージョンのレイラを久しぶりにやる。ちゃんとやったのね。そう、それまではさ、あのデデデン、そう、あのなんだ、アンプラバージョンで、私はそんなのは許さないよ。そんなことで許さない。じじになってもね、ちゃんとやれよって話。まあそれはいいけども、ね、あのやっぱり旦那も骨あるし、神さんも骨があるんだよ。うーん、すげえな、最近の歌も聴いてみたいなと。ロックでありましたけれども、ね、夏の終わりにはいいじゃないですか。ロックはともかくホヤだよ、はい、あ、ホヤ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 。何、岩手でお家でいただいて、うん、でお土産で買ったものも、うん、結局美味しかったわけ。美味しかったので、気に入って取り寄せちゃったっていう話です、うん、はあ、まあ取り寄せました。もうね、2年連続父の日に同じものを送ってます。お父さん、お宅のお父さん、何さんだっけ。ひろし、ひろしさん、もうまるちゃんのお父さんと一緒の名前なんだから、うん、もうひろしさんほや食べちゃって元気みたいな。そうか。だから去年、去年と今年は父の日ほや送って。お父さんやっぱ美味しい。うん、もうすごい美味しいって言って、福井のお父さんも美味しいって、うん、大変で、今回私お呼ばれしました、はい、あのホヤがあるんですね、はいはいはい、食べ行きましたけども、まさにね、本当にあのでもうね、あのそちら伺った時はあの丸ごとのホヤじゃなくって豚 X じゃなかったわけも、うん、あのちゃんと剥いてあって切り身になって入ってるというものだったんで、うんうん、あの見てくれもね、なんかあのイカ刺しみたいな感じでね、白でこう切り身になってて、あんまイメージとはちょっとかけ離れて、こう、うんうん、あのとっつきやすいという、うん、こうその辺で一つこう山越えた感じ、うんうん、一つバー越えた感じで、ね、もう近づきますよ。であのね、ほらあのお刺身と、はいはいはい、それからですね、お刺身もほらお醤油、玉醤油かなんかくれたっけ、なんかいいお醤油でね。お刺身なんだっけね、なんか普通のお醤油だった。普通だった、ごめん。うん、いや、お醤油でね、うん、ちゃんといただいて、あとねサラダっぽくさしてね、あのいただいたりなんかして、うん、あ、ホヤのね宣伝がやってまいりました。ホヤ、はい、の宣伝がやってました。山内鮮魚店です。はい、ここも取り寄せできますし、あ、すごいな、 400g むき身、身およそ10個分の夏のホヤ、これがですね、あの通信販売で、通販でね取れますので、ぜひとも皆さん、おすすめ、あの山内鮮魚店、岩手大槌、あのね、大槌じゃないです、これは多分、あ、これはちょっと宮城の方か、うん、宮城もね、うん、大変でしたから、ね、あの復興のね、あの役にも立つかと思います、うん、山内鮮魚店、めちゃめちゃ言ってますけども、ホヤちょっとあのネットで調べていただきたいと思います。どうする、今度ラジオにホヤが届いたら、ほらもうあなた、めちゃめちゃ食いながら放送するよ。めちゃめちゃ食いながら喋るよ。はい、でともかくね、本当にあのなんていうのかな、思ってた以上にスムースに食べられて、さ、お刺身もね、なんだろう、えぐみもそんなにないし、そうなの、あのなんだろう、なんつうのかな、こう爽やかな感じの切り身というものをいただいて、でもね、しっかりとね、なんかこうホヤの主張もある、そこが面白かったし、サラダの方もね、あのあれちょっとサラダっていうか酢の物的にしていただいて、ほやすにした、うん、それもね、こうなんだろう、なおさらこうね、あのなんだろう、生臭さもなくて、非常によくいただいてですね、うん、でともかくね、さっさと食えと言われました。そう、これがね、ホヤのなんかね、あの肝らしいね、うん、ともかく新鮮でないといけない、やっぱそうなんだと思うんですよ。前に買った時に、そのパックにそれこそさっき言った10個分ぐらい入ってるでしょ、うん、で、まあ、
ケチケチちょびちょび食べてたんですよ。美味しいからね。おや、美味しいもん、ね。そしたらね、やっぱりね、解凍して置いとくだけで、どんどんえぐみが出てくるっていうのかな。ね、だから、やっぱりこういうのって、まあ、地のものは地で、うん、時期のものはその時期にっていうのは、本当そうなんだなと思う。ある意味、だから、その、冷凍保存パックにしたやり方がすごく上手で、うん、その時の、やっぱり新鮮なものを、ちゃんとこうキープできるようなやり方をやってて、 うん、でもそれはそれでやっぱり生ものだから開けるとどうしてもどん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 こう進んでいくというかね、そういうものがあるんでしょうし、やっぱりどうしてもそういうもの以外のホヤというものはやっぱり時間が経ってしまうからなかなかそのえぐみを含んだものになってしまう。居酒屋さんもねホヤ出してくれて大変だと思うんだけれども美味しそうだと思うんだけれども、やっぱりそういうリスクがあったりするわけよね。そうだから、ね、居酒屋でホヤ頼んで出てきたら、なんつうのほらみんなの箸の進み具合とか何待たずにもうさっさと食べた方がいいっていうことが分かりはもう絶対そうしてください。なんかこう経験上を得得した、うん、だすっごいもん食べろ食べろ言うわけ、ここんち。やっぱ30分前とかさ、のに出てきたホヤとかだと、やっぱちょっと。味変わっちゃう。と思うんだけどね。いや、だから、もうすごい、だから、お刺身もたっぷりいただいて、うん、その酢の物もたっぷり作っていただいたんだけど、食え食え言うわけさ。すんげえ食え食え言うから、でも、いや、いいのかなと思って、もう味が変わるから今食べなさいって言われて。もうすごい勢いめっちゃ食べたよね。そうあれね取っとこうって思っちゃダメなやつだ。まあ、塩辛とかさ、うん、ふうふうになってたら分かんないけど、うんうん、もうねホヤでねお腹がいっぱいになるという、ね、そう幸せで、しかも何その前にシャンパン飲んでね、そうで日本酒なんだっけ沢の井とかいただいてね、キュー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 飲むわ、くんホヤもう思いっきり食べるわ、なんか初めてのホヤでこんなに食っていいのかみたいな食べてね、本当にねすんごいいい思いさせていただいて、皆さんもぜひですね、はい、山内商店でねホヤ取っていただきたいと思うんですけど、はい、やっぱりねこれは本当に分かりました、鮮魚店、山内鮮魚店、新鮮がね、新鮮が大事、やっぱホヤだけにね、うん、出来たてホヤホヤじゃないといけません。そんな終わり、言って恥ずかしい、お後がよろしいようで、言って恥ずかしいぞ、それではまた来週、本当にもうここでもう2曲もう2曲目いくから恥ずかしいから、はい、2曲目はキャラバン教皇の何でしょう、はい、ね、終わりがいいところでですねキャラバン教皇の曲を聴いていただきたいと思います、はい、ではキャラバン教皇でかげろうです。恥ずかしい、そこばみだ懐かしい景色を吹き抜ける風の香り変わらない寄り道のコースぎこちない
聞いていただきましたのはキャラバン京子のかげろうでした。はい、恥ずかしい落ち座布団もいらない。まだ引っ張るね、恥ずかしいあの気候しようぐらい、うん、でも本当にね、あの美味しいですから、うん、食べず嫌いってあるよね。あるね、あると思う、うん、で嫌いではなかったんだけど経験してない食べ物っていうのはありますから ね、あのトライしてみるのも一つの経験だなと、うん、あの思い知らされましたので、なんかこの、まあ、なんていうの、今ほらあちゃこちゃいけない分、ね、世の中の分、いろんなところから取り寄せるのは面白いなって思います。お取り寄せあるかもしれない ね、はい、うん、ということでございまして、はい、今日はホヤで終わりました、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。キャラバン京子オフィシャルサイトのコンタクトフォームからお送りください。紹介させていただいた方はキャラバン京子のステッカーを差し上げます。ゼロのつく日はキャラバン京子、毎月10日20日30日ゼロのつく日 YouTube にて新しい回をアップします。次回はなんと10月の、あ、もう10月、あ、違うわ、9月だ、まだ、まだ9月だ間違えた、9月の30日ですよ、はい、もう10月は近いですけどもね、はい、ということで1日前、はい、キャラバン京子のデタラメな夜、お相手はキャラバン京子とハッシーでございました。じゃあまた一緒にお酒を楽しみましょう、デタラメな夜を、はい、おやすみなさい、乾杯です。本当にね、ホヤは美味しいですからね、かったです。山内商店ですよ、山内商店、鮮魚店、あ、鮮魚店だ、ごめん、はい、山内鮮魚店、よろしくお願いします。おやすみなさい。